イモレ、どうもタズマです。今日はヤンゴ祭りに来ております。なかなかね、来るのに手間取ったんですけど、8時前くらいから参加です。奄美のヤニ川通りでね、回るんで、あ、昔に戻ってると言いますか、結構大盛況なんでちょっと回ってみます。おお、すごい、やっぱ人通りも戻りましたね。ちょっとステージの方行きますか。黒糖焼酎とかね、飲みたいな。で、今日はですね、夫とちょっと離れて島暮らしの映画の宣伝 T シャツみたいのを着てます。奄美 FM さんとかも撮影されてたり、島唄のねお店とかも賑わってます。やべえ、著作権的にアウトだねこれ。お疲れっす。あ、いたー、お疲れ様です。やってます、真っ先に来てきました。ありがとうございます。それでやってるんですね。これやってます。すごーい。あ、お疲れ様です。なんとなんとやってます。盛り上がってますね。盛り上がってる。映画監督さんと俳優さんとヤンゴ祭りでちょっと出し物があるんですね。あ、飲み物もあるんだ。こんにちは、お世話になります。来てるんですか。あ、はい、とりあえず食べますよ。ありがとうございます。せっかくだからね、飲みたいんだけど。すいません、じゃあ黒糖焼酎、この高倉、高倉をお願いします。はい、高倉ですね。はい、ありがとうございます。さあ、高倉じゃーい、お疲れです。買っちゃいました。お疲れ様です。あ、ふみさんもお疲れ様です。わー、撮ってもらっちゃった。あ、でも見えた。お味はどうですか。最高っす。こういう祭りで飲む酒が一番うまいですからね。ヤンゴ祭り。明日公開の映画の、まあ、アナログ宣伝。自分の背中も開いてますよ。ぜひ一言お願いいたします。今日のこのいろんなチケットを、奄美だとこういう口コミというかアナログな方法が強いんで。ありがとうございます。あ、いいじゃないですか。抽選のくじが完売となりました。買いたかった。買いたかった。買えばよかった。何が当たる。あ、でも前に自転車とかありますね。50インチのテレビ、そんな当たったらいいですね。もうどんどんホーラー車券を使っていきましょうと。ホーラー車券っていうのが奄美市民たちが買える 30% ぐらいお得な商品券みたいなやつなんですけど、それが使えるみたいですね。さすが地元に根付くお祭りというか。なんですか、ふみさん、また焼きそばの釣りお好み焼き、なんか食べたいな。食べ物を探しに行こう。たこ焼き、焼きそば、焼き鳥、美味しそう。久しぶりのお祭りっていうことじゃないですか。気づけようっていうことなんですよね、きっとね。人の活気だけでいいですよね、なんか。うわ、ホットドッグ美味しそう。ホットドッグを一つお願いします。はい、お願いします。すげえ指笛が。やっぱ島の人はみんな指笛とかうまいですよね。みんなできるんですよ。いただきます。うめえみんな手伝ってくる。今見てますって言われましたね。嬉しい一言、嬉しい一言。ありがたい。いただきました。はい、ありがとうございます。乾杯。いただきます。ちょっとだけコラボ。うまいっす。今 YouTube 撮ってるんですか。奄美のあれですよね、YouTube。そうですよね。見たことありますよ。あ、ありがとうございます。すごいね、視聴者さん声をかけられますし。焼きそば一つお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。すごいね、地元の商品券で買えるっていうのは。それでは開催していただいているところです。映像のね、また、当然たくさんの景品も頂戴しました。高級毛布とちょっと変わりましょうかね。あー、やわらかい。下品ですけど、髪の上からですからね。これがもうお祭りですから。6等でございます。
まだ時間は9時です。12時まで飲みましょうよ。明日は日曜日。ぜひこの後1軒2軒行ってください。今日は多分綺麗なママさんがサービスしてくれると思います。ヤニ川のお客さん、そして奄美のみんな、バンザーイ。盛り上がりましたね。こんにちは。昨日に引き続きね、奄美市市民交流センターに来ました。映画の公開日ということで。どうぞどうぞと言われてもなんか困っちゃうんですけど。いやもうお手伝いというかお友達として普通に来てる感じなんで、近所なんで。そうだよね。見どころみたいなところちょっと聞く。だって何喋ってるのか分かんないおじさんと、うん、コメントがすみませんアイアンとキレア映画終わってからってことで、うん、アフタートークに入れるんで、もうお任せします。すごいですね、本当俳優さん女優さんみたいな試写会みたいな。私も決めてるんで、だから被らないでね。見どころこれで全然違うこと言ったら面白いですけどね。確かにしょ。パニックっちゃいますよ。じゃあ後ほど楽しみにしてますね。なんていうのか。この物販のあの URL とかも載せておきますね。マジっすか。全然すごいな。これからご覧いただくと思いますけれども、見どころは本当にたくさんあります。まず僕が美味しそうな料理を作ってます。そう、ヘリーさん実はね、お料理、お店、はい、お食事どころモッカっていうところを西麻布で飲食店やってるんですけど、まあ、その料理の様子も出てきます、うん、あとは、まあ、茶図ではなくてですね、ちょっと何気ない後ろの鳥のさえずりだったり、何気ない集落の方の一言っていうのをちょっと聞き逃さないように聞いていてもらえると、より西麻布の集落ってどういうところなのかなっていうのを感じてもらえるというふうに思いますので、それらへんぜひ注目していただければなと思います。この映画もコロナになる前の集落の様子というのが本当にギュッと詰まって映画になっているので、こうチャズとか私たちが主役というよりは、その景色をこう守ってきてくださった島の方々が主役の映画だなと思っているので、ぜひそういったところも感じ取っていただければなと思います。撮りましょうか。ええ、撮ろうか。君らさんに撮ってもらうなんて、そのアングル使うかな。受付ですか。受付なんか座らせてもらってます。いや、すごい、やっぱ手の動きとか違いますね、カメラを持つ。今日なんか面白いことありました。こんな人がいたとか。こんな人がいた。まあでも結構高齢者の方が、てっきりあの SNS で有名な方なんで若い方が中心かなと思ったら、結構口コミとかで年齢層の高めの方とかも来場されてたんで、いやもう老若男女楽しめる映画なのかなって感じました。いや、奄美のね、あの口コミのスピードのですね、すごいですね。アナログが強いですよね。アナログがあのSNS より早いですね。早いですね、本当。悪い噂ってのはなおさら早いですからね。悪い噂は立たないようにお互いちょっと気をつけないとね。気をつけていきましょう。何のまとめ方って。ありがとうございます。やった。まとめ方。キュウヤさんに持ってもらっちゃった。使いますね。